I don't know about ペイペイフリマ、めちゃめちゃダウンロードされてる。ペイペイフリマ毎度おなじみ、流浪の番組ではない山田モータースでございます。今回の動画ですね、近日ね、発売されましたこのホットウィールプレミアムのね、日産ガレージセットがね、とても気に入っていて、まあ私ね、現在のあのガレージセットはこのようにね、ディスプレイして遊んでるんですけども、あの、以前にもね、紹介したことがあります、マイストのね、この、まあ似たようなね、まあガレージセットっていうわけじゃないですけど、こういうね、フォーカーセットっていうんですかね、これもね、ちょっとあの、同じようなね、感じの、まあそういった感じの、なんていうんですかね、ものになってると思うので、今回はね、これを関連付けて、紹介していきたいと思います。まあ、今回もね、トイザラス閉店ガラガラセールで購入したものとなりますので、まあこれがですね、2980円するんですよね。結構お高いラインナップで、まあ約3000円じゃないですか。で、こちらが Amazon とかトイザラスで3500円で売られてるので、やっぱ、それを考えるとね、こちらがちょっと高く感じますよね。結局3000円ですと1台ね。いくらになるの ?700 円ぐらいやっぱなるんですもんね。はい。750円ぐらいになるんですもんね。はい。で、結構ね、これ塗装なんかは結構こう、綺麗な感じで、クロームっぽいブルーとか、塗装なんかとてもいいので、ちょっと期待できますし、あと NSX ね、アキラ NSX なんかもあるので、とてもいいなと思います。そして、もう一つね、ありまして、こちらがね、アメ車と、まあ、ホットロッドのね、感じのシリーズになってるのかなと思うんですけど、まあ、なかなかね、なんだろう、ホットウィールとかでもね、お目にかからないような車種があるので、これはちょっと楽しみなんですけどもね。はい。を、まあ、今回はね、こちらのランボルギーニの方をね、開封していきたいと思います。はい。それではね、早速開けてまいりましょう。皆さん、どういう遊び方してますか?この日産ガレージセットね。私は、ね、今のところこうやったりとかね、あとまあ、いろいろね、レイアウトは変えたりしてね、飾ったりしてるんですけども。はい。じゃあ、こちら開けちゃいますね。まあ、ごめんなさいね。ちょっとね、もう日産とは関係ないんで、急にもうランボルギーニになっちゃうんでね。申し訳ない。シャーシの方はね、多分ね、あのシャーシの方に書いてあるので、開けてからの楽しみですね。これなんかランボルギーニとかポルシェとかある感じがしますね。はい。で、やっぱりね、ホットウィールのという、こうやってなんていうんだろう、パッケージングを比べると、まあ同じようなね、価格帯なんですけども、まあやっぱりね、ホットウィールのこういうパッケージのデザインのセンスなんかね、とてもいいなと思いますよね。はい。じゃあ、ちょっとレールを脱ぎます。よいしょ。あれ?取れない。あれ?テープ止まってるのかな?あ、テープで止まってるのかな?あれ?こんな感じだったっけ?なんか前ちょっと違かったような。まあ、これならね、結構戻せてね、また、お使いいただけるのでね。まあ、この辺のアイデアはいいんですけど、デザインがね、ちょっとね、今、あ、でもめちゃくちゃ出来具合はいい気がします。塗装の感じは、今、見た感じ、とてもいい感じがしました。じゃちょっとね、一台一台ね、見ていきたいと思います。結構大きめですね、サイズはね。はい。じゃあちょっと見てまいりましょう。こちら。おー、塗装がほんと綺麗ですね。ちょっとね、思ってたよりもとても綺麗で、満足度が高いですね。ちょっとね、ヘッドライトはまあ絵みたいな感じなので、まあちょっとね、この辺はね、安っぽい感じもしますけども、でも結構ね、頑張ってる感じはとてもあるなと思いました。はい。いやー、結構かっこいいっすね。これ何なんですか?ポルシェですよね、多分ね。ポルシェのマークがございますしね。で、この辺が、ブラックの、まあブラックのパーツになってて、内装と、このね、エンジンっぽいところ部分のパーツのお色がね、質感がちょっと違うので面白いですね。内装の方はちょっとツヤありな感じで、結構内装もね、綺麗に作られてます。はい。あ、これはとてもかっこいいお車ですし、とても、いい感じの、塗装とかされていて、かっこいいですね。これ918スパイダーって書いてあるのかな、ポルシェ。このなんていうんですかね、ちょっとポップなね、カラーリングなんかももう私大好きな感じで、これはちょっとこのマイストのシリーズは今まで、フォルクスワーゲンのものと、あと何でしたっけ?ちょっと忘れちゃったんですけど、フォルクスワーゲンのものはとても満足度高かった、確かに高かったんですけど、うわ、ピントが合わないですね。なんでだろう。このお色がこういう風にさせるんですかね、この、もうちょっと話さないとダメみたいですね。はい。ちょっとね、担保見たいので、ちょっと見させてください。おー、かっこいい。そうですね。ポルシェ918スパイダーって書いてあって、ナンバーのね、ところにも、何やらね、文字が入ってて、なんか結構おしゃれですよね、これ。テールランプもね、こんな細くてかっこいいですね。うわ、かっこいい。なんかフェラーリっぽいっすね。フェラーリとか、マクラーレンっぽいっていうのかな。この辺のね、造形なんかもとてもかっこいいですよね。ホイールも結構凝ってる感じのね、メッシュタイプのホイールになってますね。で、シャーシを見ますと、ここに書いてありますね。ポルシェ918スパイダーね。まあ、スパイダーっていうのはね、オープンカーとかね、コンバーチブルのこと言うのかなと思います。はい。マイストと書いてあって、スケールの表現、やっぱこれもなかったですね。
で、ホイールはね、扁平率の低い、リアルライダーゴムタイヤになってます。あ、ほんと塗装が綺麗、これはね。あの、マジョレットで発売された、何でしたっけ、クロームシリーズにね、似たようなね、お色になってますよね。ちょっとなんて言うんだろうね、メッキっぽいようなブルーみたいな感じでね。まあ、あの、マジョレットのね、メッキのものはもっとね、ビカビカしてましたけどね。まあ、ちょっと抑え気味な感じですけど、塗装がめちゃくちゃかっこいいっすね、これ。似合ってるで、お車に。あまり私ね、このカラーのね、ミニカー持ってなかったので、ちょっと今回は嬉しいです。はい。まあ、3000円の7割引きでね、購入できましたので、まあ、まあ、900円ですよね。約1000円ぐらいなので、1台あたり、250円なのでね、とてもいい買い物したなって今思いました。はい。ちょっと後で、ね、指定を下げて見ていきたいと思います。そしてこちら、赤いラモルギニですよね、これね。あ、かっこいい。結構かっこいいっすね、これ。赤もね、この赤も塗装がすごくよくできていて、で、よくね、言われていた、あと、モールのね、甘さなんかもない気がしますね。へー。ランボルギーニ、センテナリオですね。ランボルギーニ、センテナリオ。センテナリオ、センテナリオ。こちらもスケールの表記などはなくて、ちょっとタイヤが細いかな。まあ、この手のミニカーにありがちなね。なんかこう、かさ増ししてる感じにして、あるあるにはタイヤが細いのでね、ちょっとね、この辺は不満ですけど、まあ、がねね、とてもいいと思います。ただ3000円、4台で3000円って言われると、ちょっと気が引ける感じになるんでしょうね。でもこれ、かっこいい。ちゃんとね、この、エンジンの部分がね、クリアパーツでね、あのガラスの部分されていて、ここがね、あの、マットブラックで、これ塗装されてるのかな？クリアパーツの上からね、この、なんていうんですかね、この、復帰面みたいな形のところがね、マットで塗られてて、で、屋根もね、マットブラックですよ、これ。この辺にね、シルバーのモールなんかもちゃんと塗装されていて、フロントガラスのところもね、ここの窓枠周りがマットブラックで塗装されていて、めっちゃくちゃかっこいいっすね。で、ダクトのとこもブラックで塗られていてね、何気にこれすごい作り良くないですか、これ。塗装の質なんかも良くて、このね、リップスポイラーなんかもね、作られていて、うわ、めちゃくちゃかっこいいっすね。これちょっと後でね、視点下げた時に、あの、ホットエールなんかのね、センテナリオとね、比べてみたいなと思います。これね、ちゃんとタンク入ってますね。なんて書いてあるかまではちょっと判別できない感じですね。うわ、でも造形が結構いいですね。ほんとびっくりした。で、ここにランボルギーニのマークがあって、まあなかなかね、あの精度がよく入ってると思います。ね、はい。ヘッドライトの絵もね、なんか結構かっこいいっすね、これ。ほら。悪くないですね。で、リア見ると、あ、結構ほんとにかっこよくできてますね。なんだろう、これだけちょっといい感じですね。ランボルギーニのマークがあって、その下、あ、なんて書いてあるんだろう。スパイダーって書いてあるのかな？チェンテナリオかな？チェンテナリオかもしれませんね。結構すごい。で、マフラーのところがシルバーで塗られていて、あ、プラスネジ仕様だったんでしたっけ、マイスト。あれ？マイストってそうでした。なのでね、ホイール交換なんかもね、結構簡単なので、ちょっとね、今パッと見た感じ、あ、なるほど、そうですね。今、フォルクスワーゲンのものなんかも、ちょっとね、あの、見てみたんですけど、プラスドライバーだったんですね。なので、ちょっと改造、違いがしやすいですよね。へー、ミニカー全部プラスドライバーにしてほしいですよね。すごい。面白い。内装なんかも結構細かく作られていて、今回のほんとちょっと満足度高いんじゃないですか。モールドの甘さっていうものをね、ほぼ感じないですね。この辺のスポイラーなんかもサイドのね、ステップのスポイラーのところなんかもめちゃくちゃかっこよくないですか、これ。ちょっと早く指定を下げてみたいですね。やっぱホイールがね、まあ、クラシックの成型色のグレーね、グレーなので、ちょっとまあ、いまいちなのかなっていうかは否めないんですけどもね、すごいボケたり直ったかな、はい、いやかっこいいな、チェンテナリオね、はい、なんかね、思ったよりも出来具合が良くてちょっとびっくりしてますね。スパイダーのタイヤの太さどうだった、あ、やっぱこれもねちょっと細い感じですね、はい。そしてこちらがアキラ NSX かなって思うんですけどね、まあちょっとね社名見てないのでわからないんですけど、うわめっちゃ色がかっこいいっすね。なかなかねこのアキラ NSX のカラーリングは渋くてかっこいいですね。でこれはちょっとマイストっぽい、ちょっとここがなんていうの、このあの分厚い感じのね造形になってますよな、背が高い感じっていうのですよかね、なんかそんな風に見えますね。もしかしたら違うのかもしれないんですけど、なんか私の目にはちょっとね背高のっぽくみたいな感じで映っております。はい。わあ、フロントマスクとかでも静観でめちゃくちゃかっこいいですよね。まあもともとね、この NSX のね、お形がかっこいいんですけど、へえ、マットブラックでね、グリルなんか塗られていて、これもう私好みなのですごく今キンキンしてるんですけど、この辺のね、ダクトの部分をブラックでね、ちゃんと塗られていて、うわ、めちゃくちゃいいですよね。塗装の質がね、これはいいですね、ほんと。
でもやっぱこの辺のなんかこうガチャガチャ感の部分とかがやっぱモールドが甘いって言われるゆえのとこかなと思うような感じの、ちょっとね、まあダメなってところ見つけちゃいましたけど、で屋根のところが残念ながらね、このツヤありになってるので、どうせならね、このシルバーのツヤ感のまま、あ、ツヤ感っていうか、このシルバーのお色だと、ちょっとマットブラックがね、似合う感じなので、この辺のね、統一感があったらね、もっとかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、で、まあでも、おおむねね、満足できる出来ですね。で、ホイールも多分成型色なんですけど、ブラックで、ツヤ消しになってますので、とても良くて、前後でタイヤの大きさが違うので、めちゃくちゃかっこいいですね。あ、これは結構タイヤ太めなので、とてもかっこいいと思います。うわ、大きいタイヤがめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。で、裏を見ますと、2012年アキュラ NSX コンセプト、あ、コンセプトカーなんですか。なので、まあ、市販車ではないってことなんでしょうかね。リア見ますと、ちゃんとね、テールランプなんかも塗られていて、アキュラのマークがあって、エキゾティクスって書いてありますね。はい。かっこいいっすね。あ、このマイストの今回の、この4車種のね、ラインナップの、このポーカーパックの名前がエキゾティクスだったんですね。ちょっとね、ごめんなさい。パッケージね、よく見ないままね、ちょっと見切り発車してやってしまったんですけど、エキゾティクスっていうね、このシリーズになっていて、それがね、ナンバーに書かれていたんですね。で、ちょっとね、ごめんなさい、お伝えするのね、もう、開封焦っちゃってお伝えしなかったんですけども、こちらにね、表彰のね、ステッカーが貼ってありまして、64分の1、マイストデザインフォーカーセット、エキゾチックって書いてありましたね。はい。いいですね、かっこいい。はい。今回のこれはちょっとかっこいい。開けるまではね、本当に3000じゃ高い。これ1500でもちょっと5割引きの時でも私多分購入しなかったんですよ。で、やっと7割引きだったので購入したんですけど、開けてみたら結構かっこよくてね、ちょっとびっくりしてます。はい。そしてこちらは、フォード GT だなと思ったんですけど、まぁ、ちょっとシャーシの方ね、あ、これね、1台だけ毎回あるね、ホイールとタイヤの色がね、ちょっとクレイジーなね、お色になってる感じでね、これもかっこいいですよね、これね。はい、ここに書いてありますね。2017年フォード GT、シャーシはね、ちょっとね、こう、なんて言うんだろう、模様的なね、カーボン調っぽくなってますね。はい。で、マイストデザインとなっていて、これもスケールとか特に書いてなくて、のっぺらとしてますね。はい。いやー、この辺の造形とかめちゃくちゃ良くないですか、これ。すごく良いですね。ブラックなのでちょっと映り悪いかもしれませんけど、これめちゃくちゃかっこいいっすよ、これ。これホットユレナよりかっこいいかもしれない。この辺ほら、ちょっとなんかメッシュっぽくなっていて、でちょっとね、隠しラインっていうんですかね、同じブラックでね、マットのブラックのボディにちょっとツヤのあるね、日本ラインが入っててかっこいいですね。エンジンなんかもちゃんと造形されていて、内装なんかもね、よく覗き込むととてもね、よくできてると思います。でヘッドライトはね、まあ、クリアパーツじゃないので、これでクリアパーツだったらもうめちゃくちゃこれかっこいいと思うんですけど、でフォードのマークがちゃんとありまして、精度はどうですかって見ますと、なかなかいい感じで入ってますよね。はい。フォードって認識できますしね。ヘッドライトもこんな感じで。まあ、なんて言ってもね、このマットブラックに入るね、オレンジのホイール、オレンジのタイヤに、グレーの成型色のホイールなんですけど、これ、成型がかっこいいですよね、ホイールのね。で、タイヤはこれ前後でね、太さが違くて、まあ、ちょっと細めなんですけども、なんかタイヤがね、前輪が細いことによって、ちょっと太いのかなって思わせるようなね、デザインになってます。はい。これめちゃくちゃかっこいいですよね。うわ、リアの造形とかめっちゃかっこいいじゃないですか、これ。ナンバーにはね、シルバーのナンバーにブラックでね、エキゾチックって書いてありますね。あ、何気にちゃんと、ほら、テールランプも塗られてる。これちょっと視点を下げてね、ちょっと見てみたいと思いまーす。それではね、視点を下げてみました。じゃあまずね、ポルシェから見てまいりましょうかね。ブーン。はい。どうですか、このお色。本当にいい色してますね。マジョレットのね、クロームエディションは、結構ね、ビカビカすぎて、ちょっとね、非現実的すぎて、いまいちだったんですけど、これならね、ちょっとまあ、普通に走っててもね、まあ、すごいお色ですけど、まあ、うなずけるかなっていう感じです。うわ、この辺のね、ちょっと角度がかっこいいですね。で、リアがね、結構この、字の、なんていうんですかね、色がポップなので、とてもかっこよくて、いいですね。かっこいい。で、ホイールがね、ビカビカでとても似合ってると思います。なかなかね、ホイール、こう自分の、まあ、これ、こういうホイールなんかもう完全な好みだと思うんですけども、自分のね、なんだろう、好みに合ったね、ホイールとボディーショットっていうのはなかなかない中ね、すごくこれ、出来具合がすごくいいですね。で、ミラーのね、造形なんかも、結構ね、漫画チックじゃなくて、ね、実写チックにちゃんとね、スリムに作られてるので、とてもかっこいいなと思いますね。これはもうダイキャストパーツですもんね。よくこういうね、細かいミラーのパーツだと、内出パーツのこともあるんですけど、結構これちょっとかっこいいですよね。
これがポルシェ918スパイダーっていうことで、ちょっとスパイダーね、918のスパイダーって私持ってたなと思って探したんですけど、ちょっと見つからなかったので、まあ同じポルシェとしてね、ちょっと並べるのは、まあまずね、ちょっと代表的な彼ら、これは1996年のポルシェカルランですね。これなんかとこうポルシェでね、新旧で並べるとこんな感じでね、まあホワイトのね、ちょっと純粋無垢なね、ものになって、これベーシックカーのね、ホテルものになります。はい、ベーシックカーでこのクオリティするってね、今回これなぜ選んだかっていうと、ホワイトのボディに、まあホワイトのボディって私大好きなんですね、ミニカーでね。で、内装がこのグレー色ね、これがとても気に入ってる一台であります。はい。まあ、ポルシェでね、言ったらもう気に入ってるって言ったらもう、もうずーっと、まあ、ポルシェのミニカーの中では、まあ、これをね、手にしてからずーっと1位なんですけども、これね、かっこいいですよね。これ RWB 社のね、日本のね、ポルシェのカスタムメーカーが誇る、ポルシェになるんですけども、これ社名はポルシェ930ですね。RWB ポルシェ930ね。マットブラックだし、そしてね、このラールウェルフって、ウェルフっていうんですかね。のね、文字がね、ゴールドだったりね。でね、これね、すごい深リムなの。これね、隠し深リムのアルミホイールなんですけど、リアもそうなんですけど、さらに深リムになってるんですよ、これ。タイヤがこの太さね。まあ、ポルシェはこうじゃなきゃいけないっていうものをね、もうまじまじとね、見せつけてくれる一台になってると思いますね。はい。で、来月かな？あ、今月の末かな？チームトランスポートのね、紫色のね、RWB のチームトランスポートがね、出るので、もうそれ楽しみでしょうがないんです。早く手にしたい。で、トランスポートの方、クォーターの方が、エアロリフトなんでね、最近エアロリフトめちゃくちゃ、好きで、冒頭にもね、あった日産のガレージのね、セットにも入ってるのでね、とてもね、また並べたいですね。はい。こんな感じですね。で、まあ、今回の主役はこちらですね。とてもね、お色が良くて、あれ？マイストってこと忘れちゃうね。マイストっていうと、どうもね、一方ちょっと引けを取ってるって感じですけど、これはちょっとね、とてもいい、一台になってます。この、マットブラックの使い方とかね、窓枠とか、あとこの辺の、リアのね、ダクトのところとかもマットブラックに塗られて、とてもいい一台で、この辺の造形がとてもね、細かくて素晴らしいと思います。はい。はい。じゃあ次ね、ラムルギーニ、センテナリオね、センテナリオね、私たくさん持ってたと思ったんですけど、ちょっと見つからなくて、まあ、結局ね、これは多分、ベーシックカーだと思ったんですけど、これね、ホットウィールのセンテナリオのね、まあ、これもロードスターになってしまったんですけど、まあ大体ね、お顔つきは一緒だなと思って、で、ホットウィールのとちょっと見比べてみたら、結構ね、違いがあってね、面白いなと思いました。で、大きさ的にはこっちの方が大きくて、これもね、サイドミラーがね、とてもね、マンガチックじゃなくて、リアリティを持って作られてるので、とてもね、いいと思います。もう、まあ、ホットウィールのこれね、確かこれはベーシックラインだと思うんですけども、まあ、クオリティはね、こっちの方がいい。まあ、1台ね、750円するものですから、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですけど、ホイールのね、成形色を抜かせばとてもいい1台になってるなと思います。タイヤの太さかな。うん。でも、めっちゃくちゃいいですね。こんな感じなんだ。まあ、ホットウィールのこのスポイラーなんかもめちゃくちゃかっこいいですよね、やっぱりね。脇を見ると、ああ、なるほど。やっぱりちょっとモールドの甘さが出るんですね。この辺の、ホットウィールのものは、結構カクカクされてるじゃないですか、この辺がカクカクと。でもこっちの方はね、ちょっと丸みがあって、ちょっと緩いので、ランボルギーニといえばね、やっぱこの直線のデザインと曲線のデザインの融合体みたいな感じのデザインなので、やっぱね、この辺のモールドがやっぱり甘いんですね。まあ、金型がね、この辺もちょっと甘い感じがしますね。やっぱりこれ、シャープですもんね。なるほど、その辺か。比べてみないと分かんなかったですけど、やっぱその辺がちょっと劣るとこなんだなって思いました。ほうほうほうか。すごいっすね、このチェンテナリオってね、リアの形状がね。で、ホットウィールのと比べると、ここのね、ちょっと反り上がりの部分が、やっぱりね、ホットウィールの方がシャープで、いいっすよね。これ、造形がやっぱ甘いっていうのはこの辺とかも、やっぱそういうのがやっぱりこう、売り場でね、遠目からパッて見たときに、いまいちかなと思うとこなのかもしれませんね。だって、これ、だって200円で買えるわけですからね。なんかアメリカ本国では100円ぐらいで売ってるらしいですからね。それを考えると、ちょっとやっぱ750円っていう価格は、ちょっと引けを取るんですけども、結構頑張ってるかなと思いました。タンポ印刷とか、あと、このね、ボディ色ね、結構ね、綺麗に塗られていて、マットブラックをね、上手に使ってるので、まあ、私好みなんでしょうね。マットブラックをね、こういう窓枠とか、この辺の塗装にも使ってるので、ダクトの塗装にも、とてもね、好印象で、ここがちょっとね、ちょっと嬉しかったですね。はい。やっぱ並べるとわかるみたいな感じとかありますね。まあ、他にね、ちょっとね、まあ、センテナリオがね、ちょっとホットウィールのね、ベーシックカーしかなくて並べなかったので、まあ、カウンタックなんかとね、こうやって並べていこうかなと思ったんですけども、まあ、最近ね、開封させていただきましたカウンタックなんですけども、やっぱトミカのものと並べちゃうとね、まあ、サスペンションギミックもあって楽しいですしね、
これ遮光の感じはどうなんだろう。ちょっと微妙かな。あ、やっぱほっといるのがやっぱ分かってるな。あかんのね、遮光の低さですよね。なんかこう、もちろん遮光低めに作られてるんですけど、ちょっと中途半端ですよね。このフロントのこの辺のちょっと空きを見ていただくと一目瞭然かなと思っちゃうんですけどね。ほら、やっぱり、なんて言うんだろう。スポイラー1枚分低いですよね、ホットウィルの方が。やっぱこの辺のセンスの良さが、ホットウィル人気っていうのがあるんでしょうね。まあもちろん価格もありますけどね。はい。で、ちょっとね、ホットウィルからもね、ちょっと最近ちょっと全然ね、ランボルギーニで紹介してなかった、これベネーノですね。ランボルギーニベネーノのかっこいいのをちょっと見つけたので持ってきました。これ。かっこいいっすよね。まあ、これこそね、先ほどお伝えしたように、あの、ランボルギーニの特徴である直線とね、曲線の融合体のみたいな、そういうデザインのところの、まあ、ものになってると思います。これはほんとね、あの、オイルからして、カラーリングからしてかっこいい。まあ、毎回言うようにね、このフォルザのマークがあまり好きじゃないので、こういうね、デザインがね、まあ、ここはちょっと私的には残念なんですけど、まあ、オイルだとホイールのね、このランボルギーニに似合うホイールね、これはちょっとポイント高いですね。これベーシックカーのホイールなので、この、あの辺の、あの、ランボルギーニにもこのホイール履かせたらめっちゃかっこいいですよね。だから、これも、まあもちろんリアルライドでね、ぶっといタイヤ履かせたらめっちゃかっこよくなると思うんですけど、こういうホイールでもいいですよね。これぶっといんですよ、ほら。すごいでしょ、ほら。んーじゃあ、長くなっちゃうね。次から次へといいミニカーが出てきて、みたいな感じでね。あ、はい、そして今度ね、これがコンセプトカーだったんですね。アキラ NSX コンセプトカーとなってますね。2012年アキラ NSX コンセプトってなってますね。結構ね、車高が高めのね、車高高めの、なんだろう、この幅がね、高めの、アキラ NSX だなって感じがしますよね。はい。で、塗装とね、このブラックの関係が、やっぱシルバーにブラックってとても似合ってるなと思って、同じシルバーでもちょっと深みのあるね、ダークなね、シルバーになってるかなと思って、結構粒子の見える塗装なので、ちょっとホットウィールチックのね、塗装かなと思いました。で、アキラのね、マークもちゃんと入ってるので、いいですよね。リアなんかも塗られていて、結構これはこれでね、満足度の高い一台になってると思います。これとね、まあ似たような感じだと、トミカのこの、まあ気に入ってるものはこちらになりますよね。はい。これは、まあ、ホンダ NSX としか書いてないんですけど、まあ、これはね、4D ですよね。こうやってエンジンを流れるやつね。まあ、ここ最近で、ね、何回ももう登場してるので、ね、もう皆さんも知ってるかと思うんですけど、このお色がね、私好きでね、なんだっけ、なんだっけ、ラスベガスホワイトじゃなくて、なんかそんな感じだ、そう、カジノホワイトだ。なんなんでしょうね、カジノホワイトってね。ラスベガスって言っちゃったよ。なんかカジノって聞いたら、ラスベガスってなんか急にね、思い出しちゃったっすね。これもね、なかなかね、車高が低くてかっこいいんですね。で、このね、ボディの高さというのを比べると、もうこんなに違うわけですよね。まあ、大きさはもちろん違うんですけど、ホットウィルのもね、同じような NSX があったので、ちょっと並べようかなと思ったんですけど、あまりにもスケールが違うので、今回ちょっと見合わせました。はい。なかなかいいですよね。この NSX も嫌いじゃないですね。なんか、背が高くて、まあ、コンセプトということなので、まあ、実写とね、見比べることはないんだろうから、この背が高くてもね、ちょっと許せるみたいなとこありますよね。で、まあ、最近で言うとね、この辺の NSX とこう並べるといいかなと思って、まあ、あと一個だけちょっと NSX だったらね、最近体育してちょっと感動してね、まだ興奮冷めやらないトミカプレミアムのね、NSX、これ結構ね、動画ね、配信させていただいたんですけど、結構ね、皆さんね、高評価というか、このミニカーいいですねっていうコメントが多くて、ああ、なんかな、なんか、買ってよかったなーって思う一台になりましたね、これね。これかっこいいですよね。いやー、ほんとかっこいいですね。これが、まあ、ヤマダ電機での話ですけど、まあ、600円ぐらいで買えるわけですよね。税抜き560円なので、まあ、大体600円ですよね。で、今回のこれのものが、まあ、今回は7割引きで買いましたけど、トイザラスにね、普通に売ってるものは1台750円ぐらいで売られてるので、それを考えちゃうと、やっぱなかなか買えないってみんなそういうところなんじゃないかなって思います。だって、7割引きでもふんだんに余ってましたからね、このフォーカーパックね、マエストの。わからない。だって私も買うときめっちゃ悩みましたもん。一応ね、7割引きで、まあ、1000円ぐらいなんで、1台当たり250円なんですけど、それでも迷うというね、なんかそんな感じのミニカーなんですよね、これね、位置づけが。まあ、ウェリっぽい感じかな。なんかこう、変わった車種とか変わったカラーリングだから買うみたいな。ウェリーもなんか変わった車種は欲しくなるでしょ、やっぱり。ただ、やっぱりね、例えば GTR の R35 なんか売られていても、ちょっとあまりね、欲しくないな、って感じしますでしょ。
いやこの NSX はね、ちょっとね、買ってよかったですね。ちょっとね、NSX とかで存在をね、忘れていたわけではないんですけど、なかなかね、そこまで頭が回らなくて、で、私の動画にね、コメントしてくださいまして、そうだね、NSX っていういい車も、とてもかっこいい車もあったなと思って、思い出してね、購入に、まあ、最近至っていてね、とてもね、ほんとコメントありがたいのでね、もう皆さん、バシバシ、どんどんしてくださいね。はい。あれこれ違うの並べてるね。ごめんなさい、こっちでした。そして最後ね、フォード GT ね。フォード GT は、フォードの、まあ、なんていうの、コルベットとか、フェラーリとか、まあ、そのぐらいの、なんか、間ぐらいの車っていう感じの、まあ、私的にはそんなね、イメージがあるんですけど、今回のね、このマットブラックのボディの色と、このホイールのね、ちょっとクレイジーな感じがね、とてもね、なんていうんだろうね、気に入ってる機体になります。はい。できればホイールももうちょっとクレイジーな色にしてほしかったかなと、もしくはね、ブラックでね、ちょっと統一して、タイヤだけオレンジだったらもっとかっこよかったかなと思うんですけど、ちょっとなんかね、まあでもね、とても私好きです。この辺の造形もさることながらね、この辺の造形も良くて、なんかこれ、すごいですね。これプラスチックパーツかもしれませんね。はい。この辺の、なんていうんだろう、精巧に作られてる部分は。まあこの辺の部分に関してはダイキャストですけど、ここの部分はちょっとプラスチックっぽいですね。質感も、あとこの辺もそうかな。そうですね。多分ね、別パーツになってると思います。内装のパーツかな。まあ、全体的にマットブラックなんですけど、そのプラスチックパーツのところはもっとね、マットな感じになっていて、質感もね、安っぽくなくてとてもよくできてると思います。で、ここにね、網目の、まあ、これもプラスチックパーツになると思うんですけども、まあ、なかなか良いと思います。はい。フォード GT はね、めちゃくちゃかっこいいですね。これ、フォード GT40 ではないんですね。で、まあ、ホットウィールで、まあ、一番気に入ってる、フォード GT ね。これはめっちゃかっこいいっすね。これフォード GT でいいと思うんですけど、これはね、もうめちゃくちゃ気に入ってるフォード GT で、形はやっぱ違いますね。なので、これちょっとね、まあ、フォードの、まあ、GT 関連のね、ここにフォード GT って書いてありますので、車だと思うんですけど、ちょっとね、シャーシの方に細かな社名が書いてないので、まあ、はっきりとは言えないんですけど、まあ、同じね、フォード GT になると思います。ただ、年式が違うって感じね。はい。いやー、これはかっこいいでしょ、これ。この辺のね、なんだろう、秒の、成形みたいな感じとか、あとこのね、でっかいね、リアスポイラーとかね、こういう感じのリアの形ね、まあこっちの方がまあすごいですけど、なんかちょっとフェラーリっぽいですよね。で、この辺のね、形ももう全然違うんですね。この辺、こっちの方が私は好きかな、アメ車っぽくて。とにかくね、まあ私一番アメ車が好きなのでね、まあこういうところはやっぱ好きなんでしょうね。で、他のものとなると、うわ、これかっこいいな。色も白でね、ブラ白とブラックで、ここにアメリカのね、国旗がちょっとあつらえてあって、その辺も気に入ってる部分になります。お車にね、日本の国旗とアメリカの国旗がモチーフにされてるものは大好きですね。他のイタリアとか、まあ、そういう、まあ、フェラーリとか、そういうものに関してあんまり好きではないんですけど、このアメリカの国旗と日本の国旗が車にね、担保されてるのは大好きです。なんでだろう。はい。そして、これもちょっと違うと思う。これはフォード GT40 かな。あ、そうですね。これがフォード GT の40になりますね。なので、まあ、形はちょっと違うんですけども、まあ、同じようなね、フォード GT になるかなと思います。これも廉価版、うわー、この見て、タイヤの太さ。まあ、ちょっとね、廉価版なので、リアルライダーではないですけど、やっぱこういうタイヤが太いところが、やっぱりね、ホットウィールの、そういうカスタム車にしてみるとめっちゃいいところです。こうやってリアから見るとめっちゃ入るので、やっぱりタイヤが細いと、さすがのね、こういうデザインしてるのに、まあ、おしゃれは足元からって言うと思うんですけども、なんかちょっとね、全部台無しになっちゃう感じしません？そう、それのね、まあ、代表的になるほどね、ごめんなさい、皆さんね、大好きだと思うんです。このリバティウォークの R35 ね。これ R35 あるじゃないですか、これ。これなんかもね、みんな大好きだと思うんですけど、タイヤが、タイヤがウェリーレベルでびっくりする、みたいなね。ここですよね。ここがね、ちょっともうちょっとこだわってくれると、もっとね、買いたくなるんで、まあ私今のところね、まだ2台しかこれ所有してないですけど、まあ R35 もね、いろんなところであって、もういっぱい持ってるので、まあ飽和状態っていうところもあるんですけど、どれとってもね、タイヤ太いのね、意外となくて、そうだな、ホットウィールにしてみても、まあベーシックカーなんですけど、これね、これベーシックカーのね、R35 ね、これもこのタイヤ、まあ、まあ、細くはないんですけど、まあ、こんな感じなんですよね、多分、ノーマル車はね。まあ、だから、これ、ホットウィールの、とても分かってるなって感じするんですけど、これがね、ちょっとね、心持ちない。なんかね、どのメーカーもね、R35 はね、タイヤ細めに作られてるんですよね。こんだけね、ワークス、フェンダーとか出してる割に、タイヤが細いと、ちょっと決まってないですよね。ごめんなさい、文句言っちゃいました。大好きな人、本当にね、低評価はせないでね、高評価お願いします。
高評価お願いしますみたいなね。ペッペフリマ、めちゃめちゃダウンロードしてあるみたいなね。最近ハマ、なんだろ、YouTube のね、広告は挟まれるのあるじゃないですか。あれで、まあ、最近あんまり再生されなくなっちゃったんですけど、ユリアンレトリーバーのね、ペーペーフリマのコマーシャル面白い。ちょっと YouTube 検索でね、ペーペーフリマの、公式サイトにね、そのユリアンレトリーバーの、CM ね、が動画でアップされてるので、ちょっと見てほしいです。もう笑っちゃうんですけど、なんだっけ。ちょっとごめんなさい。これ、ランボルギーニの時に、このトミカのこれ、かっこいいのに映そうと思ったの忘れちゃった。これとこう並べようと思ってたの。このね、お顔の顔つきが似てるので、ね、意外と似てるでしょ。これ、アベンタドール、ヨタですよね。違かった？あ、そうそうそう、アベンタドールね。かっこいいんだよな、これ。63番ね。はい、かっこいい。で、その話の続きですけど、なんだっけな、勢いのある表情してくださいっていう、CM のパターンがあって、その時のユリアン・レトリーバーの表情がね、めちゃくちゃ好きなんで、もう、実はね、この動画を撮る前にそれを見ていて、もうハマっちゃいました。見てみてね。はい。I pay, I don't know about, めちゃめちゃペペフリマダウンロードされてる。はい、それで爆笑してるおじさんでありました。はい、はい、今回はね、このね、マイスとクラシックデザインのね、エキゾティックスのね、シリーズの4大パックを紹介させていただきました。最後までね、ご視聴していただきましてありがとうございました。とてもね、このマイストのね、放送は、冒頭にもね、これお見せしました日産の、これちょっとね、動いちゃうのでね、ちょっとね、そろりそろり、今、そろーりそろーり持ってきますけども、かっこいいでしょ？これ山田オリジナルのね、レイアウトというかね、車種選択になってますのでね、いかがでしょうか。はい。これいいでしょう。このダットさんのね、グレッティカラーが光るし、このね、ブタケツローレルのガルフカラーとかね、あとちょっとね、パトロールを追加してみましたよ。はい。で、今回のこのやつもちょっとね、同じような趣旨のもので、これは何なんでしょうね、オレンジの、ものに。なんかね、お車が書いてあって、ランボルギーニのね、これチェンテナリオが書いてあるのかな？ちょっとね、見づらいかなと思うんですけども、ここにね、ランボルギーニのマークがあって、まあ、こういう風に、どういう風に並んだっけね、そうそうそう。これ、かぶせるので、これ結構重要で、並び順、ちょっとしてあげようかな。はい。はい、指定を上げさせていただきまして、ちょっとね、この辺に、ミニカーをちょっと収納してね、こういう風にできたらいいねっていう、ちょっとホットウィールのね、次になんか発売されるのに、こういうのね、あったらいいなと思うようなね、感じで、並びを覚えてる山田すごくない？っていうか、ミラーがね、こういう風にね、なってるものを、なってないものがあるので、それで判別しました、今。こうやって、はい、こうやってね、またこうやって被せることによって、またしまえるのはね、とてもいいと思います。ただね、まあ、そんなにね、貴重があるほどのものじゃないな。こうやってね、飾れるのでとてもいいですよね。はい。戻しちゃおうかな。あ、こうやってなんか置いとこうかな。日産とね、重ねて、もう、フォルクスワーゲンのとかはね、もう、処分しちゃったのでできないですけど、あ、こうやってまた新品の状態のように戻せるわけだ。ね、こうやって。おー、はい、今回は、マイストデザインのエキゾティック2のを開封させていただきました。次回はね、こちらの、じゃん、アメ車のね、これ。これマイストデザインのクラシックスね、を紹介しますので、どうぞね、楽しみにしてください。それでは次回の動画まで、バイバイキーン。